それでは勝則さん、インタビューをこれからさせていただきたいと思います。お願いはしい、ます。よろしくお願いします。まず一つ目の質問は、アメリカでまず一番初めに LVN として、看護師になろうと思われたきっかけを教えていただけますか？は LVN になろうとしたきっかけですか。い。そうですね。まあ、日本での看護経験とかもう全くなかったので、はい。まず A に行く前に、まずちょっと LVN で基本的なことを経験していはい。はい。こうと思いました。なるほ看ど。護師になるきっかけは正直、なんだろう、アメリカで、まあ、安定して生活ができるというと、まあ、お給料も悪くないし、なるほど。まあ、医療にもともと興味があったっていうのもあって看護師を選びました。なるほど、なるほど。はい。そうしたら、次の質問で、実際に病院で働くようになるまでの、簡単な経緯を教えてください。そう、どの辺から話したらいい？一番初め、その LVN で見えられたということで、看護学校に行かれたと思うんですけれども、そこから仕事につながるまで、もし、そうですね。はい。LVN に行って、まあ、1年ちょっと学校に、N クレックスのはい。LVN を受けて、ライセンスを取って、で、なかなか留学生として、LVN の留学生として仕事がなかなかなかったので、おまずはケアギバーの仕事について、ー。はい。ホームヘルスなんですけど、それでホスピスの患者さんとかがたくさんいたので、まあ、その方たちのお世話をして、で、その後に、まあ、LVN から RN のプログラムに行って、RN に入ったんですけど、その後にすぐ病院の前に、はい。治験の会社で、リサーチの会社で働き始めたんです。はい。知り合いが働いてたので、まずちょっと働いてみようと思って働いて、で、まあ、半年ぐらい経った後に、星さんの紹介で、その今の、医療施設で働くようになりました。なるほど。そうしましたら、今、実際に病院でお仕事されているということなんですけれども、患者さんや、その患者様の、家族とのやり取りで、苦労された点、もしくは気をつけていることとか、実際にあったエピソードがあれば、それを踏まえてお話ししていただけますか？苦労したことですか。はい。患者さんとのコミュニケーション。そうですね、もしくはそのご家族。やっぱり僕、日本生まれ、日本育ちで、もうガチガチの日本人なんで、やっぱ患者さんたち、今いるところの患者さんたちが、もう白人のアメリカ人がほとんどのところなんですよ。やっぱ僕との育ちとか考え方とか、宗教のこととか、食べ物のこととか、ジョークのこととか、すべてがちょっと違うんで、そこを理解するのがすごく難しかったです。特にその宗教のことがなかなか理解できないことが多かったので、ちょっと自分すごいでしたり、あとは、そうです。あとは、ちょっとジョークが、笑いを取るのがちょっとなかなか、文化が違ったら難しかったんで、ちょっとテレビ見て勉強したりしたんですけど、すごい苦労するということは特にはなかったです。なるほど。日々のケアでちょっとずつギャップを感じて、で、それを対応していくという感じですかね。まあ、言い方がすごく多かった今まで。まあ、こっちがちょっとちゃんと真意を持って話したら、向こうもちゃんと受け止めてくれる。なるほど、なるほど。すごい苦労したってことは、なかったですね。なるほど。そうしましたら、今、患者さんとその家族の話をしていただいたんですけれども、実際にそうしたらば、現場にいる、スタッフですね。なので、お医者様や他の看護師さんとのやり取りで苦労された点とか、あと気をつけていることはありますか？もうすごく、もう本当に一番苦労したのが、電話対応です。今、僕、フロアにいるというか、チャージナースで、ほとんどデスクに
いるんですよ。で、ほとんどの電話対応をしたり、その医者に、まあ、何かあった時の連絡とか報告をするっていうのと、はい、あとまあ患者さんの家族からの電話があって、それを報告するっていうのがもうほとんどの仕事なんですけど、日本語でも電話って相手の顔が見えない分すごく難しい。そうですね。特にそのドクターの方たちはローカル育ちの人より他の国から来た方が多くて、すごくアクセントが強い方が多い。なおかつ医療用語で、なおかつさらに僕新卒であまり薬の名前とかが全然そこまで把握できてないんで、もうミスしたらすごい患者さんにダメージを与えてしまうので、そうですよね。まあ、そういうその電話のやり取りとかがもう最初の1ヶ月すごい苦労しました。今も苦労してるんですけど、うん、あ、なるほど。最初なるほどなるほど。まあ例えば電話取って、で、まあ、なかなか一人が受話器を取っているのでダブルチェックすることもできないと思うんですけど、そのまあ伝言をなるべく正確に伝えるためにご自身で気遣っていることとか、何か編み出した方法とかありますか？開き直る。はい、まあ、その薬のやり取りとか緊急事態のやり取りはもちろん開き直りはしないんですけど、とりあえずゆっくり正確に簡潔に喋るっていう、うん、もう短くゆっくり大事なことだけを喋って、あとはもう聞く。なるほど、なるほど、なるほど。はい。そうしましたら、まあ日本では医療の現場に入っていなかったとのことなんですけれども、アメリカの医療現場に入ってよかったなと思えることっていうのは何かありますか？アメリカだけかわからないんですけど、はい、やっぱ患者さんが退院するときにありがとうって言われたときに一番いいです。あ、まあ、やっててよかったなと思いますよね。なるほど、なるほど。まあ、あとは、まあ、病院だけのことではなくて、まあ、アメリカ社会、先ほどちょっとお話しさせていただいたさんにもう6年ぐらいになるということを、まあ、お伺いしたんですけれども、まあ、アメリカ社会で生活していくにあたって、まあ、大事だなと思っていること、もしくは心がけていることとかありますか？すべてのいろんな人種の方がこの辺すごく多いんで、はい、日本人だけと一緒にいるじゃなくて、もうどの人種の方とかどの文化の方にも分け隔りなく公平に接して、フレンドリーに接していくとですね、はい、やっぱりコミュニケーションが大事だなって本当に思いました。なるほど。やはり渡米されてから思っていたのと違うなとかって思われたこととかあります？そうですね、このあたりだけかもしれないんですけど、はい、いろんな人種本当にすごく多くて、もうそれがびっくりしました。今いる職場はもうフィリピンの方がすごく多くて、患者さんは白人ばっかりなんですけど、もういろんな文化の人とか人がいっぱいいて、はい、ちょっとびっくりしました。なるほど。はい。そうしましたら、まあ、勝則さんの今後の目標を教えていただけますか？今後の目標ですか？はい、今後の目標ですか？とりあえず、今の仕事をしばらく続けて、はい、まあ、最低限の経験や知識を得た後に、まあ、看護学士を取りに学校に戻ります。うん、その後に今クリティカルケア、救急救命にすごい興味があるので、はい、そっち方向で仕事を探していきたいなって。なるほど、なるほど。はい。そうしましたら、まあ、今永住権の申請中とのことなんですけれども、まあ、永住権申請から今までのとりあえずの経緯を教えていただけますか？ざっくりで構わないので。はい、そう、その今の職場に行く前の職場の知見のその会社で最初、まあ、やってあげるよっていうことだったんですけど、はい、なかなか上の方が動いてくれて、うん、マネージメントがガラッと変わって、すごく
本当にやってくれるのかなっていう状況だったんです。でそれで半年ぐらい経った後にその星さんの方から声かけていただいて、でちゃんと申請付きでこういうのあるよってことで教えていただいて、でその弁護士とか弁護士の方とかのケアも全てついていったんで、ああこれはありがたいと思って、ほうつきました。ほう、なるほど。わかりました。そうしたらですね、まあ、これから、まあ、アメリカで看護師を目指される方へ向けて何かメッセージをお願いします。メッセージですか。はい、そうですね、7割方、8割方、もしかしたら9割方、すごく本当辛いことが多くて、まあ、辞めたいっていうこともすごく多いと思うし、まあ、実際に辞めていく人もアメリカ人でも辞めていく人もすごく多いんで、もうきついことも多いと思うんですけど、とりあえずその時をとりあえず辞めずに耐えて、辞めなければもう目標にはいけるんじゃないですかね。なるほど、忍耐力が必要ですね。なるほど、なるほど。まあ、そうしましたら最後になるんですけれども、弊社アメリカ看護の代表、星へ向けて何かメッセージがありましたらお願いします。メッセージですか。はい、そうですね、星さんと、まあ、LVN の学校に行った時からの付き合いでもう4年ぐらいになると思うんですけど、もう最初に出会った時から親身になってお話聞いていただいて、で、まあ、星さんのヘルプなしでは、まあ、ここまでおそらく来れなかったと思って、もうすごく感謝してます。大丈夫ですか。はい、はい、以上。そうしましたら、今日は長い間お話聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではちょっと